はい、皆さんこんにちは、こんばんのリオララです。今ジャニオタの中で流行りに流行っているもの何か知ってますか？まあ、2017年にキンブレブームが来たりね、量産型ブームが来たり、いろいろあるわけですよ。今現在新しいブームがやってまいりました。それは何かというと、そう、スケルトンうちわ。気づいた、これもうちょっとさ上から撮った方が漏れる気がしてきた。スケルトンうちわって何か知ってる？なんかうちわの中身が透明になってんねん。それだけで、私もちょっとスケルトンうちわ作ってみたいなと思ってたんで、作り方あんまりちゃんと知らんけど、まあ大体こういう感じでやっていったらいけるやろっていう私のアホな脳があるんで、その脳でまあ私なりに今からスケルトンうちわ作っていきたいと思います。じゃあやっていきます。せーの、ジャンピングゴー。はい、まず用意するものは、これはちっちゃいうちわ、手のひらサイズのうちわ。なんか結構大きいうちわでさ、ジャンボうちわでやってる人多かったけど、私はちっちゃいやつ作りたかったんで、これぐらいのやつ買ってきました。A4 の硬質カードケースやねんけど、大きいジャンボうちわでやりたい場合は A3。なんか水色のレース、水色の天使の羽、このシャカシャカのなんかやつ、これグルーガン、これなんかなんやろ、なんか売ってたから買ってきた。そこに山があるから登ってみたみたいな感覚で売ってたから買ってきた。これグルーガン使うのに必要なグルースティックで、なんかシールやねんけど、めっちゃみんなシャレてるシール使ってるやん、スケルトンウォッチャー作ってる人って。売ってなかったんより、めちゃぐちゃ探した。5時間ぐらいダイソーにおったで、ほんま探しまくってなかったから、これあと家にある強力なハサミもね、カニで言ったらズワイガニぐらい強力なやつね。じゃあ早速やっていきます。とこれをまず剥がすねんって、これ多分な、剥がします。パパパパパパー、もったいない気してきた。海にいるナースさんみたいになったな、これ。ブク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 、患者さんどうされましたか？すいません、私海に溺れたんですよ。いや、海の中やから常に溺れてるじゃないですか。ちょっと思んないな、ちょっと外す外す。全然涼しくない、髪ないだけで全然涼しくない。 でこれをこれ切っていくね、多分切っていくな。え、硬っ、全然切れへん。ここ切るんバリムズ、本気出したのか。何やってもけん、実際絶対かと思った時点でもうあかんわ、何やってもあかんわ。え、しんどい、もう動画終わりにしようか。透明うちは透明すぎて違和感ないでしょう。完成しました。あかん、バレるバレる。はい、やります。続いてこちら、硬質ケースを開けます。このうちわの形を縁取らないとあかんから、マッキーで描いたらいいね。こう描いたんで、これを切っていく。はい、切れました。とりあえずくっつけなあかんや、このグルーガンってやつ使っていく。めっちゃすぐ固まる。これで今グルーガンでつけていってんねんけど、上のちょっとここら辺だけ残して、それ以外グルーガンで接着していきます。はい、つけ終わりました。次片方、こっちつけた方こっちやねんけど、次はこっち側にもこれを貼っていきます。はみ出てる透明の部分切っていくわ。ここだけちょっとまだ穴開けてるんで、こっから天使の羽ラメ入れていきます。この水色のラメ、こんな感じでもう適当に指で入れていきます。お、すごい、めっちゃ散り、下から全部落ちたで、びっくりした。下まで強力にグルーガンギチギチにやったんで、もう一回ラメ入れていきます。はい、今改めて入れました。天使の羽入れていく。これって本物の鳥の羽なんかな？まあ別にどっちでもいいけど。はい、完成しました。じゃあ完成したのを見せます。作り方知らずに適当に作ったスケルトンうちわはこちらです。じゃん、どう？ちょっと可愛いよな。可愛くない？もう全水色です。で、ここに中島優斗くんってやりました。裏はレース貼ってないんやけど、こっちだけレース貼って、こんな感じになりました。今リオどんな顔してると思う？変顔してるんかな、笑ってるんかな、真顔なんかな、どうなんやろな。なんやそんな顔。本来はやっぱリオ。ということでね、なんかインスタ映えにもなるし、お祭りとかにも行けるし、もう今の流行りなんで、ぜひスケルトンうちわ作ってみてください。本日の動画は終わりです。この動画がいいと思ったら高評価、良くないなと思ったら低評価、チャンネル登録してもらって。